さあ、じゃあ連日オズモポケットの DJ オズモポケットで散歩動画を撮っているドリキンです。そうだそうだ、日付を言うっていう習慣をつけようと思って、今日は12月20日です。朝10時超えたところ、ちょっと遅めになってしまいましたが、これから出社する感じですね。でですよ、もう最終出社が明日かな。やっぱりアメリカはね、非常にこのクリスマス文化というか、キリスト教カルチャーなのかな、クリスマスの制度が強いんで、もうクリスマス休みが非常に多くて、であんまりね、三が日とかそもそもないですよね。年明けていきなりもう大体元旦だけ休みで、2日から休だいたい仕事が始まるっていうのが非常に多い。うちの会社は、もうなんか今年は、3日からが始まるって言ってて、まあ1日休み多いのかな？別に土日じゃなかった気がするけど、なんかそれで、少し、まあ日本企業的なところもあり、1日増やしてるのかもしれないけど、まああんまり、あれないんですよ、年明けの休みは。ただ、まあ、年末はがっつり休むんで、もう今週の土曜日から、1月の2日まで一気に休みなのが、もうある意味強制、全員がもうそういう休みに入るっていう、そういう状況になります。なのでまあもう2018年は明日が仕事納めで、今日もう明日はね、できれば、何もなければ、会社行きたくないなと思ってたんだけど、まあなんか結局行かざるを得ない感じにはなってるけど、今日は比較的まだ詰まってる感じなんですけど、なかなかね、引っ越しも一応終わって、ようやく、なんかこのハウスダストも、もういい加減、ここもさ、だからその年末のクリスマスの、まあ企業的には、普通の会社的には休みになるときに、開店するらしい。これ年内にオープンするって言ってるから、このガスズっていう新しいスーパー、このスーパー自体はね、ミッションのエリアにもあって、何度も行ったことあって、結構品揃えも悪くないし、もう何せ期待しかないんだけど、なんか作ってるね。もう今週末には開店するとかなんとかっていう噂だから、本当に今週末ってもう週末だからね、すぐ来るんじゃないかなという感じになっておりますよ。でですね、今日ね、まあまたオズモポケットの動画を POV マウントして、撮ってるんですけど、まあ相変わらず撮れてるかどうかって言われるとね、このやっぱプレビューがね、どうしてもちょっとたまにこう一回水平補正した方がいいのかな。ちょっとやっぱ補正しないと、撮り終わった後、一回ボディマウントした後に、ジンバル操作ボタンをダブルタップして、補正するっていう操作をした方が安定するかもしれないですけどね。これでいけたかな。プレビューが欲しい。スマホでプレビューさせて欲しい。で、これで、意外と横にガンガン入れてるんだけど、やっぱり、いくらジンバルが強力だと言っても、このバックパックのベルトを左右で繋ぐやつを昨日は繋がずに撮ってたけど、今日は今ようやくベルトを装着して、もしかしたらこっから、この前半が使い物になってなかったら、こっからドリ散歩を始めるみたいな感じになるかもしれないですけど、でもう一個ね、ちょっと昨日のドリ散歩でも少し語りましたけど、この久々に何年ぶりこのズームの H1 を取り出して、ちょっとレベル調整ミスったかな。ちょいとレベルが、これまたちょっと撮影時にいじるもんではないんだけど、この音量レベルがね、こういうのもなんかもうだんだん詰めていく設定だから忘れちゃってるとね、設定が変わっちゃうんですけど、
今日はピンマイク別撮りで、ちょっと多分あのタスカムの DR10 が見つからなかったから急遽このズームの H1 を。でもこれさ、何気にズームの H1 十分だよね。これすごい使い勝手いい。これでピンマイクつなげれば、これでピンマイク撮影もできるし、このここに XY マイクもついてて、単体でもそこそこっていうか結構綺麗な音取れるし、いや、この一番最初に買ったこのズームの H1 が一番使い勝手がいいんじゃないか。あと電池がね、電池の交換がしやすいっていうことに改めて気づいた。タスカムのやつ結構電池が、しかも単4なんだよね。こっちは単31本でいけるから、まあいろいろ久々に装備をいろいろこう切り替えてみると、新たな発見があるんで、長期レビュー的な感じで見てもらうといいんですけど、まあ、ピンマイクにしました。ここのところやっぱり音がね、いろいろ苦労してきて、どうしてもあの、せっかく映像いろいろこだわり出して、まあよくしようよくしようとやってるのに、なんか音のレベルがついてかない感もあったんで、ここはみんなさ、信号基本的には守らない、なんかもう信号の色をとりあえずガン無視する信号と比較的守る信号のさじ加減が分かんないですけど、なんか通路的にもう弱いところは行っちゃい的な感じがあるんですけどね。どう？今のバイクの音とかどのくらい？この辺結構うるさいけど、もっとレベル下げてもよかったかな。ピンマイクでやっぱり僕の声だけを、まあ、ピンポイントで拾うぐらいにしといてもよかったかもしれないですけど、今ね、自分メモのために言っとくと、マイクレベル55ぐらいにしてるんですけど、50ぐらいでもよかったかな、もしかするとね。でピンマイクをこのパーカーの内側に仕込んで、まあ普通に撮ってるって感じ。久々ピンマイク運用ですけど、実際のところ、まああの最近はあのゼンハイザーの耳掛け立体音響でマイク撮ってたから、まあ別撮り自身は言ってもなんだかんだやってたから、まあだったらピンマイクでもいいかなっていう感じなんだけどね。やっぱりこの喋り、自分のこの話してる声が聞きやすさを重視すると、まあどこまで行ってもピンマイク最強説で、ちょっとワイヤレスピンマイクも、あのカバさんがワイヤレスピンマイク買ってて、僕も一応あのロードの、ロードフィルムメーカーだったっけなっていうワイヤレス、ロードのワイヤレスピンマイクは持ってるんだけど、あのカバさんの買ってたやつは、まあ、こういうところとか結構うるさいから、相当、昨日もそうだけど、このキングストリートの喧騒が相当うるさい中で、ピンマイクだとどのくらい僕の声をきれいに取ってくれるのかがすごい気になりますけど、そうそう、あの、リスナーのね、カバさんの、YouTuber カバさんの、あの、買われてたピンマイクは、あの、1個の受信機に対して2つ呼気というか、ピンマイクが装着できるタイプなんで、あれは、そう、すごい前から気になってて、ロードのやつとかも、あの、マイクの送信部だけを買い足せば、複数のマイクを同時に1個のレシーバーでミキシングしてくれるのかと思っ、勝手になんかそういうふうに思い込んでたんだけど、そんなピンマイクはそうそうなくて、そのポータブルのやつでは。そういうのって大体なんか受信機がごっつい、ちょっとしたルーターみたいな、形したようなやつを買わないとダメで、なかなかね、あのポータブル受信機で、あのカメラの三機、あのホットシューの上にアタッチしてマウントして使えるぐらいのコンパクトさで複数の呼気が使えるやつっていうのはあんまりないみたいで、なんかそれ買われてたから、でやっぱ音もすごい良い、街中とかで外で撮ってもがっつり自分あの喋ってる人の声撮ってくれるから、もちろんピンマイクいいなと改めてちょっと思い直してる感じ。まあなんかそこら辺も当たり前生活なんだけど、
当たり前トークなんだけど、なんかこの、足にさ、靴にガラスの破片が刺さったら、それがキュッ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 ってうるさかったんだけど。まあなんか我ながら遅いのかな、なんかその、検証のさ、サイクルが、だいぶ 3D 音響も試したし、だいぶそのカメラ本体のマイクでだけで生きていく生活もだいぶ続け、結構もう最近はピンマイクなし生活で1年ぐらいは動画撮ってた気がするけど、なんかそんなに頑張んなくてもお前ピンマイク使うべきだって気づいただろうっていう気がしないでもないんだけど、鈍いんだよね、その自分の中でのなんかこう実験に対しての結論をこう腑に落ちるまで納得するまでのスピードが遅いんだよね。もうちょっと容量よくパッパッと、あ、もうこれは内蔵マイクないな、ピンマイクしかないなとか、あ、これはコンデンサーマイクダメだな、ダイナミックマイクだなみたいな、そういうのがパッパッパッとこう判断できればいいんだけど、なかなかね、なんか鈍い本当に悲しいかな。そこがさ、ようやくこう腑に落ちて自分の中でよし次の操作に行くぜっていう風に気づくまでが遅いのを非常に皆さんにそれを思いっきりご迷惑をおかけしまっている感じで申し訳ない感じなんですけど、まあしょうがないね。もう納得してやらない限りはなかなかこう結果が出ないと勝手に思い込んでるんで、まあそんな何の話、何の言い訳今までピンマイク使わなかったから自分の話し声が聞こえにくくてごめんなさいっていう言い訳をただしてるっていう、そういう状況なんですけど、でもこれどうだろう、久々のピンマイク運用なんで、ピンマイクの装着位置から風切り音の防ぎ方からだいぶ忘れちゃって、昔はさ T シャツの内側に特に大げさなモフモフとかつけずに、ピンマイクむき出しなんだけど、まあ、スポンジのちっちゃい頭みたいなのつけるけど、T シャツの裏側からにピンマイクをちょうど溝落ちのあたりにつけて、で、撮ってただけだったんだよね。なんか、それやると T シャツと、マイクのなんかスレ音が気になるんじゃないかみたいなことを結構言われてたんだけど、僕の、なんだろう、体型の問題なのか、実はあんまり関係ないのか、あんまり今までこう T シャツのスレ音がピンマイクに乗ったことがなかったんで、完全にいつも服の内側に装着してて、今日はねちょっと T シャツの上にさらにパーカー着てるから、そのパーカーの内側にマイクを仕込んで、まあだから外からは全く見えない状態、外からは全く見えない状態で、音取ってみてるんだけど、それでもどうだろうね、ちょっと風切り音とかあと擦れる音とかがなんか想像できない、まあ、多分大丈夫だと思うんだけど、あとレベルをね調整する、でも今思ったけどレベル調整力は確実についてて、なんか昔は闇雲にレベル調整してたけど、まあ今レベルメーター見ながら、これはやりすぎたなとか適切じゃないなっていうのはなんとなく、なんか、勘どころがある、自分の中でね。で、その観点でいくと、今日のはちょっとレベルを高く取りすぎた気もするけど、まあでもね、ある程度自分の中でマージンを取って、この、まあ高くてもこれだけで、このぐらいで取れてれば多分こう破綻してないだろうというマージンを取ってるから、言ってもね、編集してみた時には言うほど悪くないじゃんっていう結果になるという予測を、しながら歩いてますけど、実際にこれを編集してる自分が聞いてて、うわーでお前何考えてんだよ、全然ダメじゃんってなってる可能性も非常に高いですけど、多分大丈夫だと思うんだけど、ちょっとレベルがね上がりすぎてるから、もうちょっと下げてもいいかなと思うけど、まあ途中でコロコロ変えるとそれはそれで、なんかさカラオケ行ってなんだっけ、キーをコロコロ変える時の違和感みたいな、ちょっと一瞬こうキーが変わった瞬間に
なんか俺はどこにいるんだっていうのが分かんなくなるみたいな、こうかプチパニックになるのと同じなんで、ちょっとそれは控えつつ、帰りもうちょっと、そう、なんせね、朝がね、街がうるさいんですよね。帰りはどちらかというともう夜で、なんだろうね、やっぱ工事が激しいからかな。なんか朝の方が、あとこの、よくわかんないこの、ブザー。これは多分、警報、火事の警報で、どっかのビルが、音どのくらい取ってるかわかんないですけど、どっかのビルで、火災アラーム的なのが、なってて、これが鳴ったら最後、住人、そのビルにいる住人は、全員外に出なきゃいけないっていう。そこはね、もうなんか結構厳しいルールっていうか、みんなバッチリ教育されてて、もうオフィスとかでも、アパートでも、もうこのサイレン鳴り出したら、みんな、お、来たよ。なんか、そういう、大がかりなことに。みんな退出するっていう。あ、でも、違う方に行っちゃった。決してこのアパートではないんだけど。これがさ、何して、でも誰も人がいないのか、退出しきってるのかわかんないけど、ずっと鳴ってるけど、全然人の気配がないっすね。この右側にいるビルなんだけど。何せこの、ブーブー鳴り出したら、もうみんな何の仕事をしてても、なんか、議論してても会議してても、とりあえず手を止めて、外に出ましょうみたいな、ところのルールはね、結構徹底されてるから、みんな、そこの辺の意識高いんですけど、ただ普通は、大体十中八九、なんか、ミス ?5、間違いで、わらが騒がしいな。なんか誰かが、誰か、うわ、すごい。けたたましいぞ、これは。いつになくけたたましいけど。大体は誰かが間違えておっしゃいました、ごめんなさい、みたいな感じだから。一瞬こう、あ、外出なきゃって思うけど、まあ、ああ、なんだ、やっぱりだよね。みんなも大体なった時に、出るは出る行動に出るんだけど、まあこれ半分間違いじゃねっていう。なんかちょっと苦笑いをしながら、だいたい行動するんだけど。これ今日のは長いからね、普通だったらこんなに長々と鳴らし続けたら、やばいから、本当に何かあったのかもしれないですね。ちょっと怖いね。大丈夫なの?それとも全然違うサイレンなのかな?何せだとしてもすげえ迷惑だけどね。ただの、自己都合サイレンだったらすごい迷惑になってしまうけど。という、そして霧がすごいね。なんだろう、今この時期がちょうど雨季で、ちょうど一番寒い、まあ一応冬?まあ夏も寒いんですよね、サンフランシスコは。この話もしょっちゅうしてる気がしますけど、だから、夏の一番寒い時と同じぐらい今寒くなってるかもしれないけど、だけど霧が最近はすごい多いですね。いつものパカーッと晴れた感じではなくて、もう結構グレーな感じ。だから、ここのところ散歩動画も撮ってるけど、なんか、オズモポケットと DJI オズモポケットと GoPro の映像比較をしてるんだけど、なんかどうしても多分過去の GoPro の鳥散歩の映像を 見慣れてる人だと、なんか色が、鮮やかじゃないとか思うかもしれないんですけど、それは単純にね、もう街中が結構グレー。普通になんかもう色味がないっていう。非常にシックな感じの景色しか目の前には広がってないんで。まああまりカメラのせい、そういう意味もあってちょっと GoPro での Vlog 撮影と、比較を撮ってみたんだけどね。でもあれ GoPro で撮った日はちょいと晴れ間だったんだよね。ポケットで撮ってる日が、夜によって一番霧が強いっていうか、ここは、いけんのか?さすがのピンマイクでもうるさいんじゃないか。もう完全にドリルで地面穴掘ってますけど、大丈夫なんだろうか。うわぁ、激しい。なんとか、うわぁ、耳が、
あの普通に道歩いてて耳栓してないとやられるレベルで音がすごいんだけど、うわーまた来た。あのさ、工事してる人たちはみんながっつりあれしてるもんね、ヘッドホン。だけど我々一般人そんなに耳栓してないからきついっていう。まあそんなところかな、午前の部は。何の話いつも以上に。昨日のドリ散歩はちょっとあのドリ散歩ではなく、あのメインチャンネル連番の642回に格上げ勝手にしてしまったんで、今日のはピュアドリ散歩として、お届けしたいなと思いますけどね。プレミア久々にするかな。今日の景色642回のやつもまあ長いし、すごいプレミア向きの動画だなと思ったからプレミアにしようかなとも思ったんだけど、なんか画質とか性能検証って言ってんのに、なんか一番こう熱心に見てくださる皆さんが悪い画像で見るのはちょっと良くないんじゃないかなと思ったんで、ぐっと我慢して通常公開に変えたんだけど、プレミア本当昨日も言ったんだけど、そこは悩ましいよね。この本当に 4K プレミアができる日を一日でも早く期待したいと、そういう感じですね。じゃあそんな感じで、ちょいと今日はピンマイク撮り散歩、久々に気合を入れてピンマイクで、行きも帰りも歩いて話してるから、まあ声自体はね、編集自体は相当楽になるんじゃないかと思ってはいるんですけど、ピンマイクはね、声はバッチリ取ってくれるとは思うんだけど、ちょっと久々すぎてレベルの調整の仕方を忘れてるのと、あと設置の仕方もね、やっぱりあの一時期本当毎日のようにピンマイクをつけて24時間生活するじゃないけど、昼間ずっとピンマイクつけて生活してましたけど、 Vlog 始めた初期の頃、初期でもないか、1年目2年目ぐらいの時かな、なんかずっとそれで常にとりあえずマイクで音だけ撮っといて、いつカメラ出してもとりあえずピンマイクで音を撮っとくみたいなのやってた気がするけど、ここ数年はちょっとそういうのしなくなってたから、いろいろコツを忘れ始めてるけど、まあ、何事もね、日々やっていくといろいろ思い出すんで、練習、まあ、ちょっとそれでもね、あれでしょ、風切り音的なものは完全に防げるとは思うんですけど、いやそんでさ、僕も我ながらもうどういう記憶力、短期記憶力しかないんだと思ったんだけど、今昨日のドリ散歩の状況、昨日はこのね DJ アズモポケットで初めて POV マウントして、それをまあドリ散歩だけど一応こう、まあもう完全に僕の中だけの定義なんですけど、メインエピソードとドリ散歩との区別はもう完全に僕の中の定義だけなんだけど、メインエピソードとして642回として公開させていただきましたけど、で、1時間ぐらい結局なったのかな、もう最後の最後で久々にキーワード遊びをしたら、俺それをすっかりさ忘れてることはないんだけど、なんか今日公開して、さっき昼間公開してコメント見てたら、みんながモビロンバンド最高、モビロンバンド最高ってすげえ絶賛してくれるから、なんでそんな、まあ、確かにモビロンバンド最高で、あれのおかげでこの素晴らしいマウント方法を発見したけど、なんでみんな口を揃えてモビロンバンド最高って言ってるんだろうって一瞬本当に、最初俺もう本当に自分でこいつ大丈夫かって思うぐらい、なんでみんな同じようなコメントくれるんだろうと思ったら、そういうことだったのかと思って本当にびっくりしましたよ。いやー、でもどうですかね、この DJ ポケットによる、ドリ散歩は昨日撮ってみて、個人的にはね、意外とやっぱ GoPro みたいな広角差がないから、ドリ散歩においてもやっぱり広角差が重要で、ちょっと DJ ポケットを撮る映像は、迫力が欠けるかなとか、あとピントが意外と迷うんじゃないかなと思って、そこら中にピントが
散らかっちゃうとすごい見づらくなっちゃうんで、やっぱりドリ散歩においても GoPro が強いぜっていう、なんかこうコメントを自分の中で思いつくんじゃないかなとちょっと予想してたんだけど、編集してみたらすごいね、やっぱ画質安定してるし、あと思ったより音がすごい綺麗に撮れてたんで、まあもちろんピンマイクとか、あとゼンハイザーのやつに比べたら風切り音乗ってたりとかいろいろ問題はあるにしても、思った以上にはよく撮れてたんで、いやこれは本当に単体でちょっとモビロンバンドで肩に巻きつけたぐらいで撮れる映像としてみたら恐るべしクオリティだなと思って結構感動したんだけど、まあでもそれでも GoPro の方がやっぱりいいですねっていう方も多かったんで、まあ悩ましいところではありますけどね。どっちがいいかっていうと、これだってさ、まあこの間の Vlog も、DJI ポケットと GoPro で両方 Vlog 撮ってみて比較しましたってやつも、やっぱコメントを見る限りだと結構 GoPro、 なんだろうね、やっぱ GoPro に愛情がある人も多いから若干こうバイアスされてますっていう風なコメントをされてる方もいますけど、正直に。で、まあ僕もまあどっちかっていうとバイアスされてるかな。一応あまりバイアスされないように、意識して、まあ公平に見てるつもりではいますけど、まあでも一応 GoPro 株主だからな。数株持ってますから、まあバイアス、株主バイアスされてるかもしれませんけど、まあでもその視点で見ても、比較的その GoPro の方が良かったっていう方が非常に多くて、ドリ散歩もまあそこまで今のところまだコメントいただいてませんけど、それでも GoPro の方がいいですねっていう方もいるから、そうなってくると結構 DJI ポケットの出番がね、どこで使おうかなみたいな。まあポケットに忍ばせておいていざっていう時に使えるっていうのは全然あるんだけど、まあでもなんかこう定番の使い道でもやっぱりドリ散歩で使うにはこの肩に対しての負荷全然違うからな、こっちの方がいいんじゃんとは思うんだけど、あとねプレビューがね、USB-C がこの DJI ポケットのお尻のところっていうか、こう底部にある USB-C の端子、こいつに USB-C ライトニングケーブルをつなげば iPhone でプレビューできますよっていうコメントも何個かいただいたんですけど、あれも確かにそれをやれば、まあプレビューできるんだけど、あれってさ、一度それで録画始めちゃって、抜いたりした時にちゃんと録画継続してくれるのかな？ちょっとその確認をしてなかったから、まだできてないんだけど、Wi-Fi でね、プレビューしてる時は、別に Wi-Fi 切ろうが何しろうが、本体の録画に映像に、影響を与えないんだけど、有線で接続してて、録画してて外せないってなると、それはそれで結構不便なんで、まあちょっと悩ましいなと思いましたけど、まあじゃあそれは実験してみるしかないな、というところですかね。まああとはね、でも GoPro 画角問題はそんなに、DJI Osmo Pocket だからって画角がすごい狭いかっていうと、なんだろう、この POV マウントしてやっぱ前面が開けてるからか、そこまで気にならなかったかな。もう GoPro も魚眼補正してる分で結構画角を失ってるというか、トリムされちゃってる分考えると、まあ Osmo Pocket もそんなに画角は悪くないなと個人的には思ったんですけどね。Vlog 的な撮影の方では、まあでもそれでも画角は圧倒的に違うか。確かに Vlog 撮ってみましたの時もあれ魚眼補正解除してるけど、圧倒的に GoPro の方が画角あったから、まあそこの補正で1割ぐらいの周辺の映像が削られたとしても、この画角差にはまあ全く及ばないか。そう考えると今の発言はあまりまとえてなかったかもしれないですけど、取り消しということで、まあでもね、どうだろうね。それでもまあ結構、あとね、面白いコメントだなと思ったのは、DJI ポケットだと目がチカチカしますとか、なんかチラチラしますっていう、なんかちょっと映像が
チカチカしますあのコメントをいくつかいただいてましたけど、それが完全にあれなんですよ。その前にも言ったと思うんですけど、あのシャープネスかけすぎ問題で、 GoPro の映像はもう相当多分撮影時のあの加工でパリッパリパキッパキにこう画像をこうシャープにするように設定してて、で、あ、 GoPro じゃない DJI Osmo ポケットね。で GoPro の方はそれがこう、あれさ、日本語の訳がいい加減直らないで間違ってるんだけど、なんか画質っていう、画質日本語にすると画質っていうメニューがあって、そこで中高低中高みたいな感じで3段階くらいで画質設定があるんだけど、それってなんかいかにも日本語の翻訳見るとなんかそのブロあの圧縮率の問題を変えてるみたいな、なんかこう低にすると圧縮レートが下がってファイルはちっちゃくなるけど画質が悪くなるみたいなイメージを持ちそうなあのメニュー の, あの設定になってるんだけど、あれ実はあのシャープをどのくらいかけるかっていう設定で、弱にすると、まあ、ソフトウェア的にカメラがこうソフトウェアでシャープ処理するのをやめるんですよね。もともとセンサーが撮った状態の映像にでそのまま加工せずに録画してくれるんですけど、まあ、DJI ポケット、Osmo ポケットは今その設定がなくて、ないだけじゃなくて多分その今のチューニングがもうカリッカリにシャープかけるから、いや、パッと見た時のね、同じ 4K でもね、解像度感がものすごい高く感じて、お、すごいっていう、こう、インパクトはあるんだけど、ただよく見ると、その、燃われちゃうっていうか、細かい映像が、こう、チラ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 しちゃうんで、特に例えば 4K で上げたやつを、あの、フルの 4K じゃないディスプレイとか、あの、縮小モードで YouTube とかでも、あの、全画面じゃなくて、あのちっちゃいあのウェブページの左上に埋まってる最初のレイアウトの状態で見てると、あれってあのスケーリングされてるから、縮小のスケーリングされてるから、その状態で見るとね、かなり映像がチラ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 しちゃうんですよね。であれはもう本当にシャープかけすぎで、僕の DJI Osmo ポケットの映像はそれでも1段階まあ1段階2段階ぐらいその編集ソフトでむしろぼかすっていう、なんか普段は GoPro とかはそれでそのシャープの処理をカメラにはさせずに、カメラでは素の状態で撮っておいて、編集ソフトでまあ少しシャープにするっていう、まあ加工をするんですけど、むしろその DJI Osmo ポケットではその逆で、こういうさ、すごいうるさいこのいつものこの端の騒音状態でどのくらいピンマイクだと綺麗に音が取れてるのかめっちゃ楽しみだけど、そう、あの DJI Osmo ポケットの場合はそれ逆で、シャープネスをじゃなくてこうぼかすっていう方で、少しだけ映像をね、その解像度感を、解像度を落としてるわけじゃないんだけど、ちょっと映像をぼかしてそのなんかチカチカ感を低減してるんだけど、それでももう一段階ぐらい強めようかな。なんかまだ強いねっていう話で。なんせコントラストとそのシャープネスがどっちもかけすぎ問題なんですよね。その、まあ効果がわかりやすいんで気持ちはわかるんだけど、やっぱりちょっとこうギトギトに味濃すぎみたいな感じと近い感じになっちゃうから。ちょっとコントロール幅をね、まあでも、あの DJI シネマモード D シネマとかのカラープロファイル出てきたらそこら辺は一気に解決すると思うんで、まあそれは完全に時間の問題だと思うんですけど、まあそういうことが起きてるよっていう、まあ現状は、まあ何せさ、あの初でもなんか初物でもないんだよね。 DJI オズモって実はこれ3世代目だから、オズモ、オズモプラス、まあ DJI オズモあれモバイルもあったから携帯に挿すやつもあるから結構4世代目ぐらいとは言えるんだけど、そのオズモシリーズとしては、ただこの全部一体型でこの超小型ジンバル付きカメラという意味ではまあ初代1代目で、まあ GoPro は言っても GoPro7 って言ってる、ヒーロー7って言ってるぐらいで、まあ、7世代目だから、そこのこう蓄積というか熟成度の違いをまあ加味すれば、普通に考えたらどう見ても GoPro の方が経験値高いんで、
まあそのくらいのアドバンテージはあってもおかしくないかなと。むしろ一発目で、もう今日すっげえ人だな。みんなこれはなんか今の人が僕が話しかけた、ひたすら独り言を言ってるだけなのに僕が話しかけたんじゃないかと思って反応してしまったっぽい。非常に申し訳ない。いい人だった。僕もなんか急に変に話しかけられたんじゃないかと思って決め構えてしまったけど、単純に自らが招いた独り言の罠でした。なんか今日すごいね、シルクドソレイユみんな行く感じですね。また企業で、なんかやっぱ企業イベント的な感じで開催するっていうのですごい収益を得てる気がする。このシルクドソレイユの出張モデルは、少なくともサンフランシスコ出張モデルはね、多分この辺の IT 企業がこぞって貸し切りにして、ショーをするみたいなので、あの何収益を上げるっていう、そういうあれなんじゃないかな。すごい賢い、なんか安定の作戦っていう感じだけどね。そう、まあそんで、まあそんな何の話、 GoPro の話ね。 GoPro だから、まあそのくらいの差がね、経験値の差がまあ今のところあるけど、でもアドバンテージとしてはさ、もう少ないっていうか、いろいろこうなんかものすごい勢いで、追い抜かれる感じになってるからね。これだってさ、別にオズモプラスとか、DJI オズモポケットプラスとか、オズモポケット2とかじゃなくて、もうそう、あの、ファームウェアのアップデートレベルで、今起きてるなんかいくつかの課題は、軽くクリアしちゃいそうな感じだから、ほんと GoPro、頑張って。まあ、画角だけだよね、今のところね。画角はさ、絶対的なアドバンテージだから、もうあと、できればなんだろうね、もうちょっと圧倒的な画質、 GoPro に何求めるんだろう。ただその編集する側、なんかやっぱり動画をこう YouTube 的に使うとなると、あの動画を撮る時の楽さと、この話昨日もしたかな、なんか同じ話を同じ場所に来た時にしたような気がするけど、あの動画を撮る時の楽さと編集する時の楽さの両方のあのポイントが非常に重要で、オズモポケットは非常にこの撮るのが楽っていうところでみんな注目してるんだけど、実際にはさ、まあそれで撮ってちょっと満足してではっていうので、まあいい使い方もあるんだけど、編集しないで、やっぱり YouTube とかで使おうと思うと結構編集したくなるんで、そうなると編集する時の、まあ、使い勝手の良さなんで、そこを GoPro がちゃんと強化していく。あ、そうだ、そういう意味ではね、ただね、絶対的、僕そういう意味では DJI オズモポケットの方が優れてるところ、絶対的に優れてるところ、これ誰もさ、他の YouTuber の人もみんななんか多分言及してない気がするんだけど、これすげえ重要なところだと思ってるんだけど、あの DJI ポケットは GoPro に比べてものすごいいいところがあるんですよ、その編集時にね。あのまあそうか、他の YouTuber の人こんな長回ししてダラダラと30分も40分も撮る人がいないから、この問題をそもそも気づかないのかもしれないけど、あのね、 GoPro はね、あのファイル名の付け方がダメあのダメっていうか、なんかこう微妙なファイル名の付け方をしていくんですよね。あのこの10分だか超えてファイルが大きくなる、ずっと長回しして1個のファイルがなんかファイル制限に引っかかって、分割であれでしょ、4ギガだかなんかでファイルがどんどん分割されていくんですけど、もうそれもいい加減さ、この時代1個のファイルにしてほしいって話なんだけど、まあなんかファイルが分割されていくんですけど、その時にこう付ける名前、なんかファイル名が何、末尾はだから普通だとなんか GoPro001、 GoPro002、 003でこう番号をインクリメントしてどん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 ファイルを作ってきて、 DJI ポケットは確かにその長時間になった時に分割されたファイルは単純に数字をインクリメントしてプラスして123ってこう単純加算でやっていくんだけど、GoPro はね、なんか例えば001のファイルをこう録画中に
ある程度こう時間が超えて001を分割しないといけないというか別ファイルで追加しないといけないときに、なんか2001みたいな3001みたいな感じで、なんかこう上の方の桁を1個上げて、でお尻の最後の桁は固定にするっていう、確かそうだよね、今合ってるよね。そういうね、なんか番号の上げ方がその単純に新しいファイルを取ったのとは違う上げ方をしてくるんですよ。合ってるよね。そう。で、それをやると、ファイル名で相当したときに、そこを解釈してくれないとね、なんかの編集アプリだか、Mac だかなんだか、なんかの環境だとそれを理解して、ちゃんと、ファイル名で相当したときに、ちゃんとそれでも理解して、時間軸というか、連続にやってくれるんだけど、そうじゃないやつだとさ、普通に考えると桁が飛んじゃってるから、桁が思いっきり高いところで上がっちゃってるから、001取りました、でそのやつがすごい長くて001100120012001ってなった時に、じゃあ次に今度また一回切って2番目の動画撮りましたって言ったら、今度002が始まるんですけど、そうすると002取って、でそれがずっと長くなってくると今度100220002みたいになった時に、それを数字で並べた時に001002100110012っていう並びになるじゃないですか。これ口で説明しててわかるかな。これがさ、すげえうざいんですよ。それでさ、時系列で全部ファイル名の連番でさ、わざわざファイル名が時間軸でこうどんどん加算されていくように作ってくれてるのに、結局そのファイル名の連番ルールをそこで壊しちゃってるから、ファイル名で相当してると、それで全選択してタイムラインにボンって並べると、こう違う動画がこうミックスされちゃって、違う時間軸の動画ミックスされちゃって、それ直すのはめんどくさいんですよね。だから撮影時間でこう相当し直したりしないといけないんだけど、まあそれがファイル名がさ、素直に、まあ実際問題は撮影時間で相当してるから、あんまりそれが致命的な問題になったことはないんだけど、まあでも普通にファイル名でリストできれば、そんな細かいことを気にせずに、単純にファイル名で上から順番に並べてったやつを一括で選択してタイムラインにボンって並べたら、それが時系列に並んで、はい、シンプル、パチパチパチになるんだけど、まあそれがね、もうほんとGoProあれ直してくんないのかな。もう今更なんか、過去のバージョンもずっとあるし、それでワークフローを作っちゃってる人たちもきっと世の中にいるから、下手に変えて文句言われるのが怖いから変えられないパターンかな。もう何せそれが個人的には昔からすっげえ不便だなと思ってて、そこが DJI ポケットは単純にファイルが増えていくときに、なんかナンバリングを足していくだけになってたから、わっ、素晴らしいと。こんなところ評価する人いる？これでもうものすごい感動したからね。DJI 分かってるって思って、すげえって思って感動したけど、多分これ全然そんなこと考えてなくて、何も考えずに単純にただファイルを追加してただけなのに、僕が感動してるだけだとは思うんですけど、まあそういう細かいアドバンテージは見つけた。あれはね、でも地味にこういうのは本当に効いてくるんですよ。あれでさ、だって、うかつに時間間違えてタイムライン入れちゃった時とかさ、うわーってなるから、超うざーってなるからね。それがもう GoPro のファイル名の付け方、設定でなんか切り替えるようにとか本当してほしいわ。それフィードバックしようと毎回思ったけど、今すっかり忘れてたけど、これで今言って満足してきっと部屋戻って PC の前座ったら、またきっとこのフィードバックを忘れる気がするけど、いや、これは言っときたい。ちょっと忘れないようにして、もうあわよくば誰かフィードバックして代わりに、もう忘れないうちに本当に、今日のキーワード GoPro のファイル名の、違うな、これ長いな、なんだろうね、 GoPro のファイル名、 GoPro のファイル名、ファイル命名規則改善してややこしいかな、これ。いっぱい GoPro コメントついたら GoPro の人気づくかな。
GoPro のファイル名の命名規則改善して支給みたいな書いておいたら、実は GoPro の人、中の人がさ見た時にさ、なんだこれと思って、みんながすごい困ってるじゃないかって言って、これ新たなフィードバックしてたんじゃない、あえて YouTube のコメントでみんなが、微妙にみんながちょっと言葉尻変えればいいのかな、確かにこうめんどくさいですよね、あの機能は改善してほしいですよね、そうだそうだみたいな、キーワードというよりはあたかもなんかこう改善みんなが要望してるかのようなコメントを伝えてあげるっていう、全体のコメントをみんな眺めつつ、なんか前後の文章を読みながら、そうだそうだ、結果的にこうファイル名の命名規則を改善したいっていうところを、あのみんながこう書いたらそれが今日のキーワードになるみたいな、それは面白いかもしれないな。あ、これ新たなこれでも悪用すると良くないよね、なんかこれ場合によっては悪用されて違う使い方ができてしまうかもしれないから、ちょっとモラルを持ってこの遊びはしないといけないですけど、まあそんな感じで今日の、ピンマイク付き鳥散歩、今日は正真正銘鳥散歩で、これプレミア上映ありなんじゃないかなと思ってますけど、楽しんでいただければ幸いです。引き続きよろしくお願いします。どっちが良かったかもまた例によってコメント欲しいですね。